大人たちは簡単に言うけど、私にとっての希望って、どこにあるの途切れることのない車の往来ライに国道を渡れなかった。 誰かの言葉とか冷たい眼差しに心が萎縮するように夢なんかを見ていたって傷つくだけだと身に染みた自分がどこにいるのかわからない何も見えない世界で途方に暮れているどっちに向かって進めばいいの もうどこへも歩きたくない。ねえ、どうして生きていかなきゃいけないの命って何のためにあるの自信がない。これからどう生きればいいだって人生が長すぎる。むずいよ。 教室のカーテン漏らしたため息に何度も膨らみしぼむつまらない授業もただのクラスメイトも何にも興味が持てない 日常から逃げ出すには一つしか方法がなかった優しい言葉なんか書けないで叶わない夢ばかり見てしまうからはっきり言ってほしいすべては幻想なんだとねえどうして死にたくなっちゃいけないの誰だって 考えるでしょう。私なんてこのままいなくなればいい。何を信じて生きるのだろう。なりたかった自分も、なれなかった自分も、窓ガラスに映った泣いている自分も、全部自分だ。 人は誰でも変われるって夢なんか見せないでよ。諦めた方が楽だし。ごめん。ねどうして生きていかなきゃいけないの命って。 何のためにあるの自信がない。これからどう生きればいいだって人生が長すぎる。むずいよ。